か、今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまより関口選手の加入会見を始めたいと思います。まずはじめに関口選手からご挨拶させていただきます。本日は集まっていただきありがとうございます。6シーズンぶりに、ベガルス仙台に戻ってくることになりました、関口です。よろしくお願いします。じゃあ、それでは早速質疑応答ということで、まず最初は代表の仙台誠さんお願いします。代表仙台誠さんです。よろしくお願いします。まずはお帰りなさいと、はい、になると思いますけれども、6年ぶりにベガルス仙台のユニフォームに袖を通して率直に今の気持ちを聞かせてください。そうですね、どうなんですかね、似合ってるのかはちょっと分かんないですけど、まあでも、このユニフォームがまた徐々に似合う選手になっていけるように頑張っていきたいなと思います。ベガルタ仙台に復帰することに関してのお気持ちっていうのは今どうなんでしょうか。そうですね、まあ、本当に、急遽決まったことだったので、まあ、本当もう一つオファーをもらったところがあって、もうその方に行く予定ではあったんですけど、その日の夜に仙台の方からオファーをいただいて、まあ、急遽また考え直して、自分で仙台に戻るっていう決断をしたので、まあ、この決断が、正しかったと、みんなに認めてもらえるように頑張っていきたいなと。その2つのうちの1つを選ぶにあたって、ベガルタ仙台を選ぶにあたっての、その関口選手の中での大きな要因っていうのは何だったんでしょうか。そうですね、まあ、カテゴリーは同じ J1 だったんですけど、まあ、自分の、入団した1年目 のクラブということで、まあ、自分がまだまだ動けるうちに、このチームにもう一回貢献したいなっていう思いがあったので、まあ、このタイミングで戻ってくることになります。そうしますと、日曜日に電話があったというふうに伺ってますけれども、その電話が来た時の思いというのはどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、本当に代理人とから連絡をもらったんですけど、まあ、正直、まあ、びっくりはしましたね。そのびっくりっていうのはどういう、いや、まさか、まあ、心配はしてくれてるって話は聞いてたんですけど、オファーを出してくれるかは分からなかった状況だったので、まあ、その中でオファーをいただいたので、で、まあ、監督とかも喋ってたんですけど、まあ、もう一度力を貸してほしいって言われて、まあ、嬉しかったですね。で、その、もう本当に今日合流ということになりましたけれども、何かこう選手の皆さんに挨拶されたのはあったんですか。そうですね、まあ一応みんなに挨拶はしたんですけど、ちょっとまだ名前とかは全然知りしてないっていうのが正直なところなので、まあ、これからしっかり名前とプレーを覚えていき、みんなの特徴っていうのを理解していきたいなと思います。だいぶどうでしょうか、ベガルタ仙台というチームと選手変わったなという印象があるんじゃないでしょうか。どうでしょう。いや、もうだいぶ変わったなと思いますし、まあ、そういうのはリアさんからも聞いていたので、まあ、来て驚きはしなかったですけど、まあ、自分がいた時と比べて、まあ、もう6人ぐらいしかいないので、まあ、少し寂しい部分はあります。その窮地の選手から何か言葉をかけられますか。そうですね、まあ、リアさんとはちょこちょこ連絡が取ってたので、まあ、その中で、まあ、アリアンさんは、まあ、戻ってこいよみたいな感じの連絡っていうのは特徴があったので、まあ、そういう中で、仙台はね、オファーをくれたっていうのは、自分にとっては、まだアリアンさんと一緒にプレーできるっていうのは嬉しいことだなと思います。リアン選手から何か今日声をかけられたんでしょうか。いや、ユースの選手みたいな感じで、はい、誰がユースやってて、まあ、リアン選手は相変わらずうるさいなって言うんですけど、どうでしょうね。まあ、リアンさんはあまり
元気なかったんで最近あの俺戻ってきていっぱいいじってもらってまた5歳ぐらい悪くなってくれればいいのかなそしてあの選手コーチでは一緒に戦った監督ですけど、渡辺監督の印象っていうのはどうでしょう。そうですね、なべさんの印象ですか。あ、福山に似てるなと思って何かこう変わったところありますか。変わったところですか。そうですね、やっぱ選手時代もすごいクレバーなあの選手だと思いますし、監督になってもすごい知的で、全体を見渡して、その都度のね、状況を把握して、試合の流れを読んでると思うので、監督に向いてるなと思います。あのベガルタ仙台の戦いっていうのは、この今シーズンっていうのはご覧になってらっしゃる感じですか。そうですね、まあ、全体通してあまり見てはないですけど、全部は。まあ、心臓に入れられたシーンとか、ああいうところとかは、まあ、ちょこちょこ見たりはしてました。その中でその渡辺監督のサッカーっていうのはどういう印象でしょうか。いや、もうボールポジションして、無理に攻撃せず、しっかりボールを握るっていうのをコンセプトにしてると思いますし、まあ、本当に、どの対戦相手とやっても、ゴブゴブのボールポジションだったりとか、非常に上位でやっても引けを取ってないと思うので、まあ、しっかりチームとして、1点差ゲームを制すれば、制することができれば、優勝争いもできるんじゃないかなと思うんですけど。そんな中で、この時期に、呼ばれて、はい、関口選手ご自身が、自分ではどんな役割が必要だというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。そうですね、まあ、僕自身やっぱもう年齢も重ねて今年33になりますし、まあ、チームはすごい若い選手が多いので、まあ、自分のやってきた経験やら去年に関してはやっぱ2つのタイトルを取ったので、そのタイトルを取った経験というのをチームに還元していけたらいいなと思います。で、今日その久々、泉サッカー場のピッチに立ってまで、ご自身がどうですか。いや、懐かしいなと思いましたし、僕がいた時より芝良くなってるなと思いました。ちょっと戻るんですけれども、はい、セレッソを対談された後、はい、ご自身ではこうブランクがあったと思うんですけど、はい、その間っていうのはどのようにこう活動されていらっしゃったんでしょうか。まあ、2月4日まではそのセレッソの U23 の方で走り込みとかいろんな部分で一緒にやらせていただいて、そこから東京に戻って、自分の実家を拠点に大学の練習に参加したり、社会人のチームに参加したりで、まあ、基本的に長くずっと練習やってた場所っていうのは、まあ、自分の兄貴が教えてる中学生の子たちに混ざって一緒に練習試合に出たりとか、そういう体を動かすことは毎日やってました。ただそんな中、こうなかなかオファーがない時期だったと思うんですけど、その間っていうのはご自身 その関口選手の気持ちっていうのはどうだったんでしょうか。そうですね、まあ最初はまだかなっていう気持ちはありましたけど、まあ、そのうちなんか悟りを開いてくれました。なんかそこまで焦ることもなく、まあ、とりあえず自分のやることをしっかりやって、呼ばれた時にいい状態でいけるようにっていうのを心がけてました。そうすると必ずどっかに来るっていうようなそういう思いっていうか。そうですね、まあ、引退する気もなかったので、まあ、タイとかの練習っていうか、まあ、そういうチームも考えてはいたので、まあ、そういう中で、まあ、国内からのオファーをもらったっていうのは自分の中でまあ大きかったかなと思います。まあ、ちょっとちょうど仙台桜が満開の季節に、はい、ベガルタセンターに入るっていうのはなんかこう縁があるかなと思うんですけど、どうですか。そうですね、もう東京はちっちゃってたので、もう一回見れてよかったかな。一応チームがセレッソだったんでっていうのなんですか。まあ、セレッソはそうですね、桜をすごいチームカラーとしてやってたので、まあ、またね、そういう縁もあり、この桜
が咲いて散った時にちょっと自分の中でもあ散っちゃったなっていう気持ちもあったんですけど、あのまたそういう咲いてるところに来れてこっからもう一回スタートだなっていう気持ちでいます。改めてあのメガルタセンターの意気込みっていうのをぜひ聞かせていただきたいです。もう自分のやれることを一生懸命やって、あの周りの若い子たちにしっかり声を出して、その練習の質を一つ二つ上げられるようにやっていけたらいいなと思います。あの渡辺監督は大人になったなっていう感想を持ってたんですけど。そうですね、まあ、もう6年ぶりでもありますし、もう30を超えたので、でまあ、いろいろな本当に経験をしてきたし、仙台離れた後もね、4、5人の監督ともやってきたので、まあ、その中で自分でいろいろいろんなサッカー感っていうのも、ね、変わってきましたし、いろんな戦術の幅っていうのが広がったと思うので、まあ、そういうのをチームに、ね、落とし込めるように頑張りたいなと思います。あのサポーターの方も、待っていた方もいらっしゃると思うんですが、そのサポーターの方にぜひメッセージをいただきたいです。そうですね、まあ、本当にあのグラウンドでもピッチでもあのお帰りって声をいただいたので、すごい嬉しかったですし、まあ、ここからは、ね、自分のスタートだと思うので、しっかりとスタジアムに顔出して大丈夫です。はい、それでは個別一斉応答を、受けたいと思いますが、質問のある方挙手ので会社名とお名前を言ってから質問をいたします。ございますか。はい、フィナーソン関係です。今日合流初日なんですけれども、はい、まあ、あの人間まで一通り参加してみての船の感触はいかがですか。そうですね、まあ、本当に久しぶりの芝でしたので、自分自身あこんな感じだったなっていう感触と、まあ、そういうプロを相手に一緒にやるっていうのは久しぶりだったっていうのもあって、まあ、いつも一人でやったりする部分もあったので、改めてサッカーと楽しいなと思いました。他にございますか。よろしいですか。どうですか。はい、何ですか。なんか監督からはあの多分いろいろ複数ポジションやってもらうよっていうことで言われてたと思うんですけど、自分で、まあ、ここら辺で生かせるっていうことってイメージあります。どのポジションでもあのやっていける自信ありますし、セレッソにいた時も紅白戦の時とかボランチとかをずっとやったりとか、こうあの練習試合とかでもボランチでやったりするので、本当に仙台離れていろんなポジションを経験できてたので、まあ、どこに使われてもしっかり自分の個性とあのチームにとってプラスになるような動きができる自信もあります。他にございますか。よろしいですか。ちょっとまた繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、電話もらったとき、どんなふうに思いました。正解だった。まさかみたいな。そうですね、まあ本当にあの昼にそのモーニングチームからオファーをもらって、うん、でも本当にそのチームに行こうっていう感じではいたので、で、まあ、夜あの代理人の方から仙台もオファーをくれそうだって話になり、で、まあ、教科部長とも一回話してみてって話で、まあ、話したんですけど、まあ、それで、うん、まあ、スムーズに、ね、流れたので、うん、まあ、もう自分はやっぱり動けるときに、このチームにもう一回貢献したいって気持ちもありましたし、あのそのタイミングは今回だったかなと、自分でも。そこはあったというか、チーム名はいい。いや、それを言っていいのか分かんないですけど、あ、まあ、もしあのそのチームが、うん、他の選手をそこから取りに行ったりすると、やっぱ迷惑というか、かかると思うので、直接ないなと思います。他によろしいですか。大丈夫ですか。